ジューンズルーム、今回はクミちゃんの陶芸教室に参加しよう、ということでジューンズルーム、今回は、前回に引き続き大島とかちゃんと私が生徒です、はい、そして、岩本クミちゃんです。先生お願いします。よろしくお願いします。クミちゃんは、陶芸歴は何年ぐらい？24年。そんなに長いの？そうですよ。わー、もう本当大先生だね。いや、でももう自分で窯持ってから10年ぐらい経つの。窯持ってるんだよ。そこに行きたい。今回は24年歴の久美先生にですね、私たちがいつも着るお着物の帯の、うん、ここにあるこれが帯留めって言うんですけども、これを今日は、指導していただいて作っていこう、うん、という、今日は第1回目、1日目ですね、ちょっと紹介してもらっていいですか、うん、はい、帯留めって最終的にまあこういう形になるわけですけど、最初もともとはこういう粘土です。今日は白い粘土、黒い粘土、いろいろ予定しました。用意しましたけど、はい、この粘土でお箸置きを作るような本当に簡単な気持ちで物体を作っていきます。一個一個、それはこういう綿棒とかで几帳面にこう平らにするのもいいし、手で丸めてむにゅってするのもいいし、キノコみたいにこういろんな形にするのもいいし、粘土遊びの感覚で今日は粘土からまず形を作って、何日かしたら素焼きするっていうところまで今回の1回の工程では考えていただいて、うん、あの色をつけたり焼いたりするのはもっと先の話なので、今日はまず形作りましょう。で、なんかいろんなものがありますけども、はい、これは何？これは、今から土をいじるんですけど、やっぱり乾いちゃうので、うんうん、いじりながら残ったのを湿ったこうタオルとかに、それのための、はい、ほうほうほう、それであとはこう形作るときこういう新聞紙敷いてるけどペラペラくっついてくるので、今回はこういう布を、まあ、手ぬぐいを使って土台にしながら形を作っていこうと思います、うん、これは何？これは例えばなんかちょっとこうくぼませたいな、形にしたいなと思うときにこういうのがすごく役に立ちます。あと今日私もこう髪の毛こうやって結んでるんですけど、うん、こういうのはこの型があるとすごく作りやすいし楽しいので、こういうのも作ってみたら、ね、すごい、これはこれになった、はい、あ、本当だ、うん、それで今日はいっぱい作っていただきたいので、日にちが経つと自分がどんなのを何個作ったか忘れます、はい、人間ですから、はいはい、ですので今日はこういうスタンプかわいいの用意したので、純子さんだったら J とか、うん、まどかさんだったら M って最後に見えないところの裏にピッて消耗を残して、そこまでですかね、マクみたいな感じですね、うん、まず最初にどうしたらいいですか、はい、お配りしていますのがまず白土、白土を乾いた手ぬぐいの上に倒します。ジュンコさん、今回は最終的にあの岐阜県の土もありますし、の美濃焼きが有名ですけど、美濃焼きって日本の焼き物の中でも種類がめっちゃあるので有名なのが美濃焼きで、あとなんか多治見、多治見の陶器、陶器、市のなんかいろんなの焼き物いっぱいあるのが岐阜の魅力です、はい、多分土地柄が土が豊富なんです、うん、その中の市のがたまたまあったので、うん、最終的に市のの土も使って、うん、ほら市の、ね、巻いてある、最終的にそれもやってみて、ありがとう、最初はそれでもいいし、最初ちょっと上達してからです。はい、じゃあまず白土、はい、これを冷たい、冷たいですか、これを、うん、あのこういうのできっちりとあのこう伸ばしてって均等にするのもいいですけど、まずは手始めに粘土遊びの感じで、例えばこう丸くして、丸くしたのをむにゅって潰すだけでもある程度これでももう帯留めになります。そう、これでもいいし、こうやった後で例えば手元にあるこういうちょっとした道具でこうむにゅむにゅむにゅってこう形をつけていくと、後で釉薬をつけた時にここに沈んだりしてすごく可愛いので、もうあんまり考えすぎず、一丁上がりです。とにかくいっぱい作ってください、せっかくなので。この何でもトゥルンってなってるところに後で絵を描いたりする、はい、それもできます。トゥルンってしてるのは例えばこういうギザギザにすると真ん中に、結構ね、つるんってしてる方が後からいろんないたずらしやすいので、
すごいよこれ。簡単ですよ。あのクッキーの型なんかもありますので、星型とか。これかわいいよ。ハート。それは桜。桜。1個目できました。早すぎない？何もない。ピラミッドですね。ジュンコさん。酒のボトルのそれもう酒飲みを公表してるもうみんなに熱くないかな。おお来た。いただきたいね。手形作るか。あもういいかも。いいかも。じゃあまさかさん、それ濡れすぎてて乾くの時間かかるので、うん、この乾いてるここに乗せて、はい、それで角っこでこうちょっと折って優しく押さえてみてください、はい、そうすると水気がちょっと飛んで。ちょっと言い忘れましたけど 15% ぐらい縮みます。あ結構縮むのね、はい、だから1割というかこのまんまの大きさではあります。焼くとという形になっていきます、はい、先生今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。